合同火力演習なんてめんどくさい、時間がない、でもやっぱり効率的に素材を集めたい、そんなあなたのための突破演習4オートクリア攻略法を紹介したいと思います。最初のチームはこちら。タンク以外回はあまり効かないです。強いて言うならムツキの代わりに水着花子も使えるかもしれません。タンクがいることでムツキの EX は敵全員に当たります。2番目のチームはこちら。今回の助っ人はセリナなのでここで使っています。星野以外のストライカーは適当でいいですが、火力をサポートしてくれる生徒の方が安定します。注意点として、花江の EX が形にかかると次のヒールが来る前に生徒の HP が削られ倒れる可能性があることです。ただしこれが起こるのは大体最後の方なので、生徒が一人でも生き残ればクリアできます。それでも全員倒れたら HP の高いタンクを使ってみてください。最後のチームはこちら。今回は星4イロハ。星4で中途半端な育成のクロコを使ってますが、とにかく火力を出せばヒールはココナが何とかしてくれます。水着花子を持っていればここで使うのもいいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。もう安心して。